はい、どうも、こんにちは、コンカです。今回も、ホバー禁止縛りマリオサンシャインに続きやっていきたいと思います。まだ現在ね、社員が3個しかないので、この後続きをね、やっていきたいと思います。いくつか新しいステージも行けるようにはなったんだけれども、まあ、一応順番に進めていきたいなというふうに思ってて、今回その続きを前回の続きからやっていきたいと思います。はい、ストーリー3、崖の上の洞窟の秘密、やっていきたいと思います。行きましょう。崖の上の洞窟の秘密っていうことはここだよね。ここに入っていくってことは、おそらくアスレチックステージな気がする。だからここにそもそもホバー使わないでたどり着けるのかどうかっていう。まあ、ちょっとこそがしてすごい心配しちゃうしゃうしゃうなんで、ちょっとそれとりあえず頑張ってきた。いった、なになになに、なんですかあなたは。え、なんですかあなたは、これ無視しましょう。なんなんですか、急に土みたいななんか茶色いもの投げてきた。本当に汚いんでやめてほしいですね、ああいうのはね。とりあえずこっち側が正解のルートだったというふうに思いますんで、ちょっととりあえずこっち側行きましょう。こっから見渡してみると今もう穴が見えてるんですよね、あの上のところ。あそこに行けばいいと思うんで、まあ、ちょっとホバーは使えないけど、上から行ってみましょうかね。これで登れると思うんで、これ登って。おお、危ない危ない危ない、葉っぱの間が、葉っぱの間から落ちた、危ない危ない危ない。危ないな、その葉っぱの足場がどこにあるのか判定がよくわからない判定がわからない。わからない、わからないんぐ。で。で、これで、あ、もう最悪だ、マジで、おい。これ多分だけど、いや、もうだから上からその茶色いの落としてくるな、ほんとに。どこから行くの、これ上。じゃ、もう一回上に乗ってやり直しした方がいいだろ、これね。じゃ、もう一回やり直しましょう。じゃ、これ行きますね。はい！オッケー、いいよ。これジャンプして。で、この葉っぱの当てがよくわかんないんだから、落ちないように気をつけて行きたいんだから、ジャンプしていくんだからね。ジャンプしていくんだから。で、上に持っていくんだから。ね。いけました、ここまで。ここまで来れて。はい、ここも登れた、来た、よし。で、こっからどう行くのってね。こっからどう行くんでしょうか。マジでこっからどうやって行くの。じゃあ、アメンボじゃない、アメンボ、アメンボじゃねえかよ。正解。正解はアメンボでした。結局、このステージはアメンボ使うしかないんだね。とりあえず、アメンボタンを、ちょっと、アメンボタンにこっち来てもらいまして。はい、アメンボちょっとこっちおいで。昔のゲームあるあるだけど、ちょっとさ、こうカメラワークが難しい節あるよね。ちょっと、アメンボ、あ、来た。いや、いい位置、いい位置。オッケー、ナイス、行くよ。よいしょー、よいしょー、でこれ、いけるん、これ、いけるん、これ、大丈夫、これ、紐があるから、大丈夫かな、これ、紐、いけば、乗れるか、あ、オッケー、乗れていく。これでジャンプして向こう側に行けば、イエーイ、ここからアスレチックステージか、ポンプを取られてしまう、偽マリオ。さようなら。じゃあ、こっから、行きたいと思います。この音楽がいいんだよな。ちょっと黙るわ、一瞬。音楽聴くために。てつてつてつてててててつてつて。まあ、とりあえず、ここは普通にジャンプしていこう。ジャンプしていって、うん、捕まっていくと。で、これなんかヒップドロップするとなんかさ、出てきてる気がするね。このケツで口じゃないや、ごめん。ケツで、釘を打ち込むという。あー、出て、ジャンプね。オッケー。おー、びっくりした。怖かったよ。まんま、怖かったよ。オッケー。さあ、ここまで来ました。ここも直進するだけだよね、これね。これタイミングゲーね。これサスケにあるやつだから。マリオサスケ、危ない。マリオサスケ、オッケー、よ。あぶね、うるせ。うるさ。オッケー、いいよ。これが、あたのっちー、たのっちー、たのっちくねえよ、早くクリアしたいんだよ俺は。ここまで。うわー、じゃあ私は別にぐだりたいわけじゃないんです、別に。私はしごく真面目にやってるんです、しごく。はい、とりあえず失ったストックはここで回復させていきましょう。ちょっとスマブラのやりすぎで、あのストックとか言い始めますけどね。ちょっとそこね、ご容赦ください。ご老若ください。ご老若ください。ドゥドゥンドゥンっつってね。ゴローニャの鳴き声、個人的に好きです。さあ、これでジャンプで。これね、ちょっと。えもう、さあまんまマンマミーヤ、だから、頑張りたいわけじゃないって言ってんじゃん。頼む、マジで、ほんとに。ほんとに。まあ、ここまで来たらさ、ストックが1増えるか、増えるから別にいいっちゃいいけど。同じこと何回もやりたくないよね、やっぱり。やっぱ配信者としてはやっぱそこは成長していかないと、やっぱ、一回やったことは学習していく？うん、これね、カメラ視点が悪かったね。そもそもこの視点で進もうと思ったこと自体がもうそもそも間違いだから。
そもそもが間違えてたらそもそもが全てうまくいかないって、これ人間界の常ですからね。これ OK、いいよ。さあ、サスケです。いきますよ。これ上から見た方がよかった。俺、じゃあ俺本気出すわ。これ失敗すると思うでしょ。俺本気出すから。ちょ、見てて。本当に。いや、申し訳ないと思う。ここまで時間をかけたことについては。だけど、ここで成功させていく。いい？釘を。釘欠。ワンナップで、これで視点を上に変える。いいよ。少しずつ成長していく？いいよ。俺、子供の時このステージミスった覚えないけどな。なんか、大人になって下手になってるわ。さあ、奥行きが難しい。いいよ。さあ、行きます。ドン。いいよ。はい、いいよ、いいよ、いいよ。いい、ここまで来れてる、これ、これ、いい、いいよ、いいよ、あえ、ゴールゴールではないけど、ゴール。あえ、だれだれ、危ない。これどうするの？はい、ジャンプ、いいよ。さあ、この1アップキノコを取るか、取るか取らないかのジレンマがあります。このね、高さ的にどうやって取るのかっていう。オッケー、2段ジャンプで取っていくからの、イエス、オッケー、シャイニー画面ダイレクト決めて、決めていけないで行く、シャインゲット。2、3個目、4個目。4個目のシャインゲットしました。ありがとうございます。この続きもやっていきましょう。それでは次、5個目かな。5個目のシャインを求めて4つ目のステージに行く。そういえばさ、なんかワープゾーンみたいなのを開発していて、なんでもない、ごめん。ビアンコヒルズ、ビアンコ村の赤コイン、ストーリー4行きましょう。赤コインを集めるだね、これね。赤コインを8枚集めたらシャインが出てくるみたいなのは、よくあるマリオ 3D のね、歴史だと思うんで、これやっていきましょう。赤コインを8つ集めるって、赤コインを8つ集めるというのは、ホバーなしでできるのかな、非常に気になるところではあるんですけども、しっかりとやっていきたいと思います。まあ、俺にはもう前に進むしか選択肢はないからな。よし、いいか。一つ一つ集めていくだけだ。集中しろ。いいか。まずここに見えている赤コインを、順当に取っていく。これはホバーなしでも大丈夫だね。オッケー。一つ取れました。で、そっから、屋根の上に一個見えてるので、二個目の赤コインも取りに行きますよと。これも普通にジャンプでいけそうだよね、全然ね。普通ならこの辺もホバーでジャーっていっちゃうところだけれども、今回はホバーが使えないので、このままジャンプでいきます。オッケー。二個目の赤コインもゲットしていく。それからあそこに赤コインが一枚あるけども、あそこはどうやっていくのかっていうと、多分だよ。多分だけど、これで届く！あーい！ありがとうございますー届かない。届かない。これで、とりあえず、あ、ここに赤コインあるね。ここに赤コインあるから、これゲットしました。3枚目。いいですね。あと5枚。もう少しで半分折り返しです。さあ、ちょっと問題は、あそこに出て届くかだけど、紐を通していくのかな？あっち側から行った方が良さそうですかね。ちょっとあっち側の紐を伝っていきましょう。ちょっとじゃあ、こっちから行くことを考えて、この紐にタッチしたいわけですが、これに届かなそうかな？ちょっとこれに届かない疑惑があるんだけど、大丈夫かな？ちょ、カメラ、ちょっとジュゲメン、ちゃんとして。ジュゲメン、おい！あ、オッケー、壁ジャンプで捕まっていける。オッケー、いいよ。さあ、4つ目取れました。半分取れましたね。いい感じでございます。さあ、ビリビリ人手みたいなのをかわしながら行こうかと思ったら、この風による体当たり、ね。風当たりが強いとはこのことです。さあ、行きます。綱渡りしながら、後ろから来るビリビリに意識を集中しながら、ビリビリをジャンプでかわしながら、一回交代して、ビリビリをやり過ごし、5枚目の赤コインゲット。ここになんか、M マークがあるんで、一応ここ消しときましょうか。うわ、風当たりが強いくんが来た。もうあいつの名前風当たりくんにしよう。文字通り風当たりだからな、ほんとに。あれはさながら俺への逆風を示しているんじゃないかという、ちょっと。そういう気すらするけど、危ない！風当たりが強いよ。危ないな。やめろ。さあ。じゃあ次の、今赤コインはあともう3枚だからさ、もう少しで終わりそうな気するんだけど、これうまくいけないかな。赤コインはホバーノズルなしで取れるんでしょうか。さあ、こっちから行きましょう。今度はこのなんか、屋根の方のシリーズかな。こっち側に多分行ったらいけるような気がするんで、ちょ、こっち側行きたいと思います。この風当たりくんはちょっと、おーちょっと待って。これ、俺大丈夫根元で移動していく。挙動不審すぎだろ、マリオ。あー、これ取るのミスりたくねえなー。これ、落ちたらもう一回やり直しだからな。頑張れ！よっしゃー、取れていく。6枚目ゲット。さあ、もうあと2枚だけです。まず、あと2枚がどこにあるのか、これしっかりと見極めていきたい。ちょっとカメラを使って見てみましょうか。どこにね、残りの赤コインあるのか。あ、あの屋根の上に1個あるね。あの屋根の上に1個あるから、ちょっともう1回登っていきましょう。多分だけども、この辺は取り終わってるから、もう少し屋根の上の、どっちかというと全部高いところにあるんだろうなと思うんでね。どんどん高いところに登っていきたいと思います。さあ、2個目の紐ジャンプして、えちょっとこれ、えオッケーいいよ。いてー、ビリビリくんガリガリくんみたいに言ってしまいました。さあ、これで、あ、ちょっと待って。これ俺さっき言ったよね、これ。ちょっと待って。なんで俺さっきこういう普通にジャンプでいけたんだろう。あれもしかしてちょっとずつ動いてる？なんだ君だと。なんだ君は。すごい吹っ飛ぶじゃないか、君は後ろに。水かけたら、
ひるんだりするんじゃなくて、後ろに吹っ飛ぶんだね、君は。面白い子たちだ。さあ、ちょっと気を取り直して、ここもう一回登っていくよ。登っていって、で、ここをジャンプして、ジャンプして登っていくと。で、これすぐビリビリ君が来る前に上がってしまう。さあ、ここが問題です。ここをどうやって。イエーイ！待って、俺さっき本当にこれどうやっていった？え？これさ、ちょっとずつ回ってんの？あの屋根もしかして。ほんの少しずつ回ってる？あの屋根。風当たり君をジャンプでいなしていく。え、これ少しずつ回転してる？まるで時計の地震みたいな感じで。え、回ってるよね？これ。え？あと90度回転するの？これもはや待つという仕様？待てない！待てないよ、それは。回転ジャンプだったらいける？対空を生かして。オッケー！登れていく！いった！風当たり君！え、てか待って、風当たり君は分かったけどさ、あっちに行くのにもすごい時間かからない？これ。え？え？マジで？あ、待って、あれ踏んだらいける？あ、スーパープレイ出たんじゃない今。これさ、こっち側に行って、こっち側に、屋根のこっち側行って、よっしゃー！いけていくー！興奮するーからの、風当たりくんがいたずらをする前に、ジャンプ！オッケー！こっち側にも到達していく！はい、風当たりくんジャンプでかわして、壁ジャンプ、はい、登っていくからのこちら側に行きます。よし！ 7 枚目ゲットからの赤コイン最終的には、あと1枚どこですか？え？あそこにある！よし。あのカメラの奥、門みたいなところだよね。門の前に行きたいんだけど、どうしたら門に行けるのかっていうと、あそこに紐が伸びているから、あっちが、だから、あ、わかった。ここ登って左に行ったらいける。みんなこれ行けますわ。行ける。ホバーなしでもなんだかんだ一応ここまで、一回も使わずにこのゲームプレイできてるよ。感動してる俺は。さあ、いい感じで降りて着地していく。で、ここを使って、向こうの壁の上に登っていこうとするわけだよね。ここ登りましたで、オッケー。で、ここを降りて、ここに赤コインがあって8枚目ゲットー。で、社員がどこに出るかっていうと、え、ちょっと待って。いや、ちょっと待って。え、ちょっと待ってくれ。俺、すごい嫌な予感するわ。俺、さっきのところに出たのこれ。もしや。だよね、多分一番高いところに出たじゃないのこれ。勘弁してよ、あそこに行くの大変だったんだから、またこの壁ジャンプやんなきゃいけないんじゃないんですか？まあでもね、もうゴールは目の前ですから頑張りますけれども、ここ1個、2個登って、はい、ここも、これを使って、まあちょっと、もうビリビリ君は無視していく。さあ、社員の音が聞こえてるけど、社員はこの上だ、きっとね。さあ、ここは、いやーこのジャンプむずい。登っていく。ジャンピングしていくからの、壁ジャンプ使って、さあ、バネに捕まります。ジャンプで登って、風当たりくんが来ないうちに、社員の音が聞こえて、早く取りたいところとか、その気持ちを、流行る気持ちを抑え、風当たりくんを無視しながら、向こう側に行きたいわけだが、向こう側に行くのがさっきスーパープレイングによってなんとかなったけどさ、あれどうなんだろうな。またあの鳩が来るまで待たなきゃいけないの？あれ鳩なのかわかんないけどね。鳩来たけど。まあ、よくあの鳩にさっきジャンプできたよな。本当に。あの鳩なんかうんち垂らしながら飛んでるんだけど、こっち側に来てくれないね。ちょっとこれ待ちきれないな。これ多分こっからじゃさすがに届かんと思うから、ちょっと違う道探そうか。これ待っててもちょっと拉致があかんでね。こっから行けたりしないんかね。こっからこの壁ジャンプで行けたりしないかい？あ、行けそうだね、これ。あ、これいけそうじゃない？こっから、ちょっと待ってね。最頂点でここでこうやったら、惜しいんだけど、これいけないのかい？いけないのかい？君。いけないのかい？これは。すごい惜しいよね。なんか無理っぽーい。あんでー。ほんとに言ってる？あ、すごい怒ってる人いるけど、どうした？どうした？そんな激怒して。あんたを投げないと一日が始まった気がしなくなってきちまったよ。よいしょー！あなたを使えばいいんじゃないですか？オッケー。さあ、お願いします、おばさん。進化見せてくれ。うわーいけていくー。さあ、豚くんは邪魔なのでほっぽり出して。さあ、これさあ、ちょっと待って、このステージ、なんだかんだ、社員取るのに一番時間かかってるんじゃないのか？赤コインを集めるということよりもー危ないですね。
カブジャンプ、カブジャンプ、登っていく。オッケー。あとはあの先に社員があるはずだからあれを取るだけですね。このビリビリ君に当たって落ちたりしないように気をつけましょう。よし、社員ゲット。もう目前ですね。見えてきました。あとはビリビリ君に当たらないようにジャンプをして、まっすぐ行くだけですね。オッケー、社員見えてきた。社員に顔面ダイレクトケツメテオ。社員6枚目ゲットでございます。イエス。さあ、ということで、ね、ドルピックタウンに戻ってまいりました。だいたい今のステージが、まあ、4ステージ目だったから、1ステージの半分、社員取り終えて、合計、今社員がね、何枚あるって言ったか、忘れてしまいました。地方です。社員が何枚あるかというと5枚ですね。今5枚ある状態なんで、まあ、ちょっと引き続きね、社員集め頑張っていきたいと思います。今日はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回のね。さあ、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。さよならー。